2019年初秋、残暑の熱も夕方には鳴りを潜めるようになっていた。そろそろかけてくるのではないかと思っていた。今は新しい店の前にいる。もういつでも開店できる状態だ。仕上がりに不安もあるが、これが今のスターレスだ。そうか、あれから15年、さまざまなことが変わったな。いや、構わない。彼女が俺を覚えていないことを確認したいのだ。だがきっとその瞬間は胸が痛むのだろうな。日は沈み、夜が巡る。だがこの街の空には星などない。おい、モクレン、そっちちゃんと持てよ。持ってる。お前が傾けてるんだ。手伝うよ。触んな。水木、何を持ってるのか忘れるなよ。落とすなよ。わかってる。お、K、いたんですか。何をしている。看板を変える。看板を止めるか。いや、手伝おう。手伝う？てめえが？まず今かかっている看板を外すのだろ。足場を一つよこせ。ほら、こくよ。そちらを持て。持った。行くぜ。キン、ざまあ見ろってんだ。あのおっさんマジで趣味悪い。今度はこっちですね。モクレン、いい？ああ、よかった、ちょうどハマりそうだ。こっちもハマった。斜めになってるな。リンド、少し持ち上げろ。こう？そんなもんか。いいんじゃないか。電源つないだ。よし、つけてみるか。スターレス。よっしゃ、うまくいったな。前の店の看板を持ってきたのだな。他には持ってこられるものがなかったから。新オーナーにはうるさく言われるかもしれませんね。言わせとけ、聞かなきゃいいだけだ。リンドーだって最初から聞く気がないくせに。やっぱいいよな、この看板。スターレスっぽい。うん、こうやって灯っているところを見るとなんだか安心する。看板なんてただの目印でしかないけどな。その目印が必要なこともある。これでようやく店をオープンする準備が整ったということか。てめえに仕切られんのはやっぱ腹立つけどな。踊れないよりずっといい。長谷山はムカつくが、店を続けるためには仕方ねえな。ケイ、あなたは、あなたの目的は何ですか？初めて会った時に言ったはずだ。俺はこの店、スターレスを取り戻すために来たのだと。全てはここから新しく始まる。